お送りしてきましたけれども、ディスカバービートルズウィンタースペシャル、皆さんいかがでしたでしょうか。井上さん、本当に長い間どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。なんか選ばれる曲が予想をちょっと超えてたので、センスの良さでいくつも思うんですよね。やったー。いやー、なんかでもやっぱりビートルズって飽きませんよね。いろんな聴く力やって。そうなんですよ、飽きないんですよね、何時間でも行けちゃうんですよ。本当、本当に来てくださった皆さん、本当に長い、本当にね、長い時間、本当ありがとうございます。わー、でもあっという間でしたね。本当ですよ。はい、はい、今日はこのオールドブラウンスの素晴らしい、ちょっとぜひお願いします。食べて番組では皆さんからの郵便番号 150-8001 NHKFM ディスカバービートルズの係までお願いします。インターネットの方は nhk.jp/fab4-2020 までお願いします。はい、また番組ではパソコンやスマートフォンから NHK ラジオ、ラジルラジルで聞き逃しサービスを行っています。今日のスペシャルな夜をもう一度聞きたい方、また聞き逃した方は、
関東地方は曇り空となっていますが、この後夜の遅くから明日にかけて雪や雨が降りやすくなります。東京都心も明日は初雪になるかもしれません。寒さも明日は一段と厳しいということです。現在大雪が新潟県の上越に、中西部は今日は南西の風、曇り。
南東の風曇り、明日は曇り時々雪か雨でしょう。甲府の今日の予想最高気温5度です。長野県北部、今日は北の風曇り、所により夕方まで雪、明日は曇り所により雪でしょう。長野県中部、今日は北の風のち南の風曇り、上方方面インサート、雪のため上位客も通行止めになっています。